そして杉さんの。杉さんもね、かっこいいですよね、入場。すごい、やっぱりあの帰ってきてちょっと一回り変わった感じがすごいなって。やっぱね、背中欲しい。やっぱね、こう世界を経験してきた貫禄がありますよね。そうですね、フリーになって今勢いのあるランナーさんが世界を経験してきた趣里さんという興味深い。いや、趣里、趣里頑張れ。趣里は本当なんか戦いもしたし、あ、まあ、それで蹴り合いでちょっと沈められたっていう流れ、あ、寄るじゃんこいつ。趣里さん、あれ、もう戻ってきてからも当たりますし、あ、前回というか、去年、はい、タイトルが、あ、そっか、そうですよね、タッグは。どうでした？いや、本当それで、まあ、結果、防衛は成功しましたけど、はい、途中、趣里と蹴り合った一瞬、後から映像で見て分かったんですけど、ちょっと飛んでる部分があるので、それはハイキックが入ってた。あ、そうですか。加藤さんでも飛ぶときあるんですか？いや、ありますありますありますよ。酒飲んだときと試合後は記憶ない。よくわかります。何あいつ、あ、セコンド、そうです、そうです、そうです。この辺もね、あれなんですよね、場外乱闘とかも今さすがに安藤さんもだいぶ発射になったという感じなんですけど、うん、表記とか反則もだいぶ上手になってこられてる感じがすごい。なんかこの人本当変わりましたよね。いや、と思いますね。ねえ、なんか最初来た時はなんかもっとおとなしい感じの子だったけど、今なら構成できるんじゃないかと思った。構成じゃない、こいつは構成できない。できないですね。いや、もともとナチュラルに政治部に入った方なので、うん、最初の時はまだその、なんていうんですかね、そのアクトルスガールズの安藤さんを俺がヒールっていう形になってきたっていうだけだったのが、本当に悪くなりましたよね、それはすごい思います。ね、このね、あいつもあいつも。そうですね、本当に井口さんも安藤さんも楽しそうにやると思う。ロンケトーマさん。特にね、そういうこともありますけれども。なんかさ、何全然やっぱ好きなんだよ。いやいや、コメントの返し、僕は選手を皆さんにリスペクトしてるっていう。そんなに MK4 のことこうかばってた？もう本当に本当に朝起きると MK4 の皆さん元気かなって。うんうんって言ってんじゃん。ほら全然だって。まあ、でもね、オズで一番、あれオズで、あれ正規軍より古い、正規軍の方が古いか。中村と運営はあもうしおいお前らこれね、あのスタジオに2人ともいます。あ、さあ3人そうです。3人そうです。そんなことはないですね。レスラーは皆さん尊敬して、結局私一人。で、僕お酒飲むのは MK4 一番多いですから。そうなんだ。そう、なんかね、偶然そうやってね、そう会っちゃったの。なんか飲んでると加藤さんと会うっていうのが非常に多くて、うん、まあ、それで絡まれて終わって、なんで嫌そうだったの。わぁ、いい蹴り入ったね。いいね、やっちゃえやっちゃえ、もう潰しちゃえば。うわぁ。さんはあの送信で、ねえ、それ今書いた人、109番さん、何を思ってそうやって。何を思ってね、そう、何を思って飲んだら加藤シラフは、ね、どういう意味。俺の推しの話なんですか。ああ、推し、わかんないですけど、言ってきますけど、加藤さんはあのさん推しではないです。そうですね、はい、全くです。誰推しですか。何、誰を知って。いや、この子気になるんだよね。中村さんとこいつの絡みが大好き。めったにないですけどね。しかも絡まれて蹴られてる時は水がかかれてるんですよ。なんかこの間もさ、まあ前橋で身内っていうかね、このスタッフ側だと思うんですけど、ポリスに蹴られてた人って。ああ、ね、
よくオズでもぎりとかを手伝っていただいてるあの俳優の方。ああ、ですよね。やばみたいな。ポリス入ってきた瞬間にその人に真っ白に行ってボコーンって言ってます。ダメだろう。一瞬ヒヤッとしたの。そうですか。あの推しじゃないとニコプロ呼ばれなくなんの？もう今あの地声で言ってたよ。そんなことないですよ。あの運営さん、秋野さん推しだそうです。そうなんだ。今初めて聞いた。じゃあまあいいか。もうニコプロさんなかなか秋野さん出ないですから。そうなんだ。働けっていうとこは治療院の運営もある。秋野さんもね、ご自分の治療院もある。そう、はい、私行ってますよ。なんかいいらしいですよね。いいらしいですよって言い方もある。うん、あのやっぱりね、分かってくれてるから、特にうちら身近で見てもらってるし、うん、でもタイトルマッチ中に加藤さんの肩を秋野さんに入れたやつあったんですよ。皆さんも見てらっしゃると思うんですけど、体のスペシャリストなんで。あと、私の肩がどっちの方向かで、肩って前からも抜けるし、後ろからも、全方向に抜ける可能性があるんですけど、どこの方向から抜けたっていうのを、やつは分かってたので、だから、はい、誰も、その、リングドクターでさえも入れられなかった肩を秋野が入れられたっていう。すごいですね。そんな秋野さんに直接見てもらえる治療院があるかもしれません。はい、自由が丘にあります、はい、でも完全予約制なんで ね。はい、予約も特に大変だと。うーん、飛び込みはちょっと無理だと思うので、はい、ぜひですね。はい、ラッキーだったら選手に会えるかもね。あ、そうですね。そうですね。リング上は思いっきりの、そうですね、でも変形の仕方目ですけど、加藤さんの肩手術したのは秋野さんじゃないですか。医者お医者です。でも高いんですよ。高くはないよ。高くない、高くない。町の治療院とかそうですよ、ね、まあそのいろんなサービスを受ければサービスっていろんなね、その治療の内容によってはサービス内容によっては。今のでも面白かったから腕も、はい、うわぁ、うん、ほら、アノがやられてる。うわ興奮してる人がいます。うわ、たまらない。仕事の話しか初めて来ない。フトレフリーのお店には行くの？あ、行った行った。なんか場所にね、場所が変わってからは行ってないんですよ。千葉駅？うん。あちらも非常にいい。いや、めちゃくちゃねー。伊藤さっちゃんめちゃくちゃマッサージうまいからね。まあ、しかもそれも予約によっては本人自らマッサージしてる。こういうのを見て喜ぶわけでしょ。推しの変な人。推しの見てらっしゃる皆さん。僕はもう全然怖いと思う。怖いな。ヘラヘラしてんじゃねえ。デレデレしてるね。確かにワイプがないからでも分かんないけど、だいぶヘラヘラしちゃう。いや、オズ基本的にワイプなしです。中村さん、打たれたいと思うよ、この人。いいね、シュリー、いい膝が入った。よし、すごい。ほら、構えてる。いつまでワイプするんだって。構えてる、もう一生そこでいいです。ありがとうございます。ほら、ニヤニヤしてるでしょ。
当にね、みんな試合に集中しようって一瞬抜かれた恥さらしおい、すごい、今すごかった、さすが修理、うん、やれやれ何がそうだよ、いや監督かよ、すごいのは、どっちもキック主体なんですけど、キックから関節に行く守備さんと、キックから反則に行くアノーさんっていうのは、すごい面白いし、うわっ、あすごい、おすごいね、これ、すごいですよ、ね、2試合目で、これ、結構熱いっすね。うんうわぁ、やっぱすげー、で、スリーカウントですね、多分これ記憶障害だね、あー、もう飛んでますね、10分44秒、短めの試合なんですけど、だいぶ濃密な試合だと思うので、非常に、ある種手の合ういい試合だったなと思います、僕もニヤニヤしてるばっかりじゃないんですけど、修理おめでとうそう、でもさすがの趣里さんですね、ここのスタジオ内全員あのB期だったけど私は趣里を応援してたよ、感じ悪いそうでしょ、そんなことない、違うって言えます、いやいや、僕趣里さん好きですよ好きですよって別に好きだと言われたいとは思ってないと思う、まあ、そうですね、そういうことではない、いや言われたいんじゃないかなきっとということで2試合が終わりまして、はい、ここでそう握手を求めるんですよ、守備さんが。おお。まあでも。